はいどうも、えー、休日皆様もいかがいお過ごしですか私ほとんどなんか寝てました。結構なんかあの、あの昨日同窓会で頭がだいぶ大活躍したっていうか、もうフル回転で昔のことを思い出したりとかして、えー、飲み疲れとかでなんか、今日はひたすら寝ておりましたんですけども、えー、とコメントいただいておりまして、えー、いつもありがとうございます。闇天さんですね。 えいつも楽しく拝見させていただいてます所有のギターはほとんどローズ系の指板ですがメープルシ指ンはお嫌いですかいやそんなことないんですけどこの動画はねこれでブラックマンモデルを6枚でできるようってんでご紹介したんですけどもと現在所有4本すかに安いやつですけどね中古だとかあのなぜか全部あのローズになってますっていうのはあの、えー、鉛中を見た時以来 はずっとローズ使ってるからですね単にそれを真似してるだけという、えー、ことなんですけれども、えー、そのその前はリッチ・ブラックもあってあのメープル使ってましたよね確かクラプトンからプレゼントされた、えー、黒いやつも、えー、メープルの黒だったと思うしマシーヘッドねあのマシーヘッドの えっとこれのうちジャケットのところに写真がいっぱいあってイン・ギランが何か持って写真写ってるような時に見ると,、えー、とサンバーストでメイプルでスキャプトで削ってあってでスキャプトで削ってあるところが多分塗装してないんですよね、えー、だいぶなんかこう塗,塗装してないところがこう黒ずんでいてあかっこええななんて思ってあれで真似してみたいなと <laughs> もう私本当にあのー。 単に真似をしたいっていうだけなんですけども真似したいなと思ってえー、っと探したんですけどねスクワイヤーのメイプルの、えー、っとサンバーストねないんですよね原行モデルだとねでえっとメイプルだとね白のメイプルかねえっとブラックのメイプルだから白メイプルは多分あれでしょうあの地味変 のでししょうしそれから黒メイプルはあのクラプトンを意識してんだと思うんですけども、えー、まああのメイプルもあの欲しいなとは思ってますあのサンバーストでメイプルで安いのあったらえー、っとマシンヘッドみたいにして、ね、であの音は微妙に違うんだそうですけれども。 私よくわかんない、そこまで耳よくないんで、一番最初高校生の時買ったのがね、白メイプルでしたわ、確か。安いやつ、3万円であんまりいいやつじゃなかったんだけども、えー、その後、アリアプロ2買った時もね、ナチュラルのメイプルだったから、でやっぱその時ってのはあのリッチのアルバムジャケットとか見たメイプルかっこいいとかね、あと、 ベイド・イン・ヨーロッパのジャケットを見て、ああ、ナチュラルのメイプルかっこいいってかってみ、要はミヤハリッチとのダジェ欲しいって言ったらそれだけなんですけども、あのメイプルの方が硬い音がするんだそうですね。で、ローズの方がもう少し柔らかい音がするって。てリッチ・ブラック・モーはあのキンキンするのがあんまり好きじゃないらしくて、で、後年はほぼローズばっか使ってますよね。で、聞いた話だとね、えっ、ー、と、 昔のねアンプってあまり高音が出なかったらしいじゃないですか。えっ、ー、とそれでそのメープルの方が高音を出せるので。 メープル芝のがあがシャキッとした音が出るから好まれたっていうらしいんですけどそのアンプの技術も進歩してこうもしっかり出るようになってきたらばそのメープルだと,ちょっと出すぎっていう感じでそれでえっ、ー、とメープルの方が近年あメープルじゃなくてローズの方が好まれてるなんて話を聞きますんですけどねであとロ,ローズはスケロップとやるのが まあもっともリューター使えば手作業に比べればうんとウント楽なので多分、えー、そんなに面倒ではないと思うんですけども、まあ、欲しいですねあのマシンヘッドと同じ見かけのやつ、えー、ラージヘッドのね、えー、欲しいなんて思ってますということで、えー、コメントありがとうございました、えー、はいそれじゃ